回過去最多かもね。あ、初めてかもしれない、ランバー出すのクリスマスカラーみたいな。もうパンパン。太陽のかっこよさったらないね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがぐしすじくんです。いや、ぐしけんです。あ、ぐしけんか、やっちゃった。体の構造の話ですか。いや、そうそうそう、体の筋あるじゃん、うん、そう、筋と腱がごっちゃになっちゃって。あの筋とか、うん、使う筋って。いや、あんま使わない。久しぶりに言ったもん、だから、なんか、うん、おかえりって言った、だから、心の中で。久しぶりに帰ってきたから。知らないよ、僕の腱の感じは。お菓子の片揚げポテトの肩です。ぐしけんの腱ってお菓子の片揚げポテトの肩なの。知ってるだろ。そっちか。柚子胡椒味発売中。あ、そうなんだ。具志堅のおかげで俺、あの最新の味知れるから。ということで、一緒に伝説作っていこう。左でかい。逆でしたね、まさかの。ランバージャックに委託の生態を持っていきます。おー、あ、委託ね。そう、委託。先月も多分、イズイの友達でもある具志堅にお願いしたかもしれないけど。いいね、間に合ってる、ね。いや、間に合った。嘘。間に合って、俺なら間に合ってるよ。あ、嘘。他の人に通用するか分かんないけど。まあ、確かに。まあ、具志堅とね、はい、先月も委託持って行かしてもらったんですけど。あの、店長さんとかの不在の時かな。うん、そう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 。うん、そう。で、今回も、だからまあ、ちょっと前回よりも早めに。うんうん、だから前回もね、数少なくて、いつも以上に、うん、少なくて、かつありがたいことに視聴者の方とかランバーに遊びに来た方とかが購入してくださっているおかげで、うん、一時期ほんと棚の4分の1ぐらい、結構広い棚の、うん、トータルでいうと4分の1ぐらいを僕の委託の生態で占めてた時期から、うん、考えられないぐらいその数が減ってて、うん、そうで、まあランバーというか、まあショップの方もだけど、視聴者の方とかもその生態少なくなってましたとか、次いつ出すんですかみたいなのありがたいことでたくさんいただいてて、はいはい、うん、だからまあできるだけちょっと早めに今回も生態準備させてもらったっていう感じで、うんうん、今回はね、久しぶりに種類も一通りいるんじゃないかな、うん、っていうところになるんで、その生態をちょっと紹介して、ランバーに持っていこうかなと思いますんで、はい、早速紹介していきましょう。お願いします。まず1種類目、はい、もう今一番こう待ち望んでる人が多いとされる、はい、こちら虹色クワガタ。はい、これ61ミリの大きい子。でかそう、ちょっとね、今回大きい子が多いから普段よりもちょっと値段高めになっちゃうんだけど、これもう緑の、綺麗な緑の子。頭の方は濃い緑で、背中の方はちょっと明るめの緑って感じで、オスはまだ9月の下旬に掘り返した子だから、9月が10月の頭に掘り返した子だから、まだ全然餌食べてないんだけど、つい最近生まれた子か。そうね、掘り出した、うん、掘り出した子。まあ一応9月羽化してきた子たちを10月頭に一気に掘り返すって感じだから、うんうん、そこで言うと、まあ9月の中旬ぐらいかな、おそらく羽化してきたのは、うん、って感じ。まだ1ヶ月経つか経たないかって感じだから、まだ餌食べてないんだけど、うん、そう、虹色が、緑が何ペアいるか分かんないけど、今回久しぶりに、虹色も、いろんな色たくさん出せるかなっては思うんで、はい、そう、まず緑って感じで、虹色の何色かあるんで、それもぜひ見てほしいんだけど、うん、だから2匹目、2匹目がね、いやでもこれもね、いいよ。まあ2匹目というか2色目みたいな感じになるかな。銀かな。いや銀なわけないだろおい。急にもっと騒ぐわ俺、虹色で銀出たんだけどって。サンマみたいな銀だ。いやいや、サンマだろそれ多分もう。だとしたらサンマみたいだなって思うなら10月だし。いや10月、いやないから、ランバージャック俺サンマのペアとか出せないからさ。本当に違う、虹色の紫です。おー、具志堅調子いいね。ありがとう。いいボケでした。非常にビミーでした。いや、ぐわーお。これ、これ色味が伝わりきるかわかんないけど、うん、紫、ちょっと黒っぽく映像だと見えるかもしれないけど、はいはい、ここ最近で、なんて言うんだろうね、ちょっとね、緑が内側に入り込んだような紫って感じ。これもでっかくないですか。これも60mm かな、60mm、こんなくらい、もうちょい後ろ行くか。これちょっとまあ紫と表記はしてるんだけど、なんか内側に濃い緑が潜んでるような感じの
色味、はいはい、うん、でもなんか今までにない色味で、そうすごいかっこいいからぜひ生で見てほしい色、うん、まあ一応パープル表記って感じですね、はい、うん、で胸の部分光沢感あってすごいおすすめのこう、うん、そして3色目、はい、まあ何色あるかも見ものだけどね、うん、いや60っていいな、いややっぱでかいよね、うん、3色目、はい、ダークレッドです。おお、赤黒い系、うん、一緒に見える。いや、嘘。カメラの領域じゃ伝わんない。そう、あっちが中に緑が入ってるイメージだとしたら、こっちは中に赤が入り込んでるイメージなんだけど、もうこれはもう生で見て比較してほしい。全然雰囲気変わるから。なんかあっちがさっきのまあ、紫表記の子が言ったら、なんだろうな、主人公的な感じで、うん、こっちがライバル的な雰囲気ある。あ、うん、これはサイズはこれ64、めっちゃでかい。そう、今回なんか虹色めっちゃ大きい子がたくさん羽化してきてくれてて、角もシュッと伸びて、そうそうそう、形も綺麗で、うん、そう、今までこの色で60、こんな4ミリとか、うん、今までの自己記録が64とかだったから、うんうん、そこで言うと自己記録の、まあだから立派な子が羽化してきたって感じ、はい、で、これが3色目、うん、さあそしてラストがね、赤色、まあ虹色で言うと、まあ一般的な色の方ではあるけど、うん、まあ赤もね、あのいろんな色味の赤って、こいつもすごい超綺麗な赤、はい、はい、こちら綺麗だよね、濃い赤のが表に出てきてる感じ。ああ、緑もあんまりないですね。そう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 。で、なんか基本の色味って、緑の中に赤がちょっと見えるみたいな感じなんだけど、もうほんと赤が表に結構全面に出てるような感じで、こうまあ角度をずらしたらどことなく緑の感じが、ちょっと濃いめの緑が出てくる感じで、もうほんとクリスマスカラーみたいな。あ、この色かっこいいよね。結構今カメラと肉眼で、あ、近い近い色味、あ、肉眼で見ると緑が見えて、おお、多分この映像ではちょっとあんまり、あ、でも多少はありますね、緑も。あ、緑ある、はいはいはい、そう、まあ角度とかにもよるからね、うん、これもでっかいな、これね、65mm、 おえー、すごい。めちゃくちゃでかい子、尻上がりにでかくなってる。そうそうそう、だから虹色って色やっぱ注目されがちだけど、やっぱサイズ、うん、でかいとやっぱもう迫力すごいから、うん、楽しむところがもう骨の髄まであるみたいな感じ。でもサイズ立派な子もかっこいいし、まあもちろん通常の 55mm ぐらいが通常サイズかなと思うんだけど、うん、まあでも十分立派だし、うん、で、まあ色、ちっちゃくても色が綺麗とか、うん、いろんな子いるし体も強いしみたいな、うん、でやっぱ虹色がすごい人気で、夏場も一気にありがたいことに購入してくださって、うん、ランバーとかいろんな場所からいなくなっちゃったんだけど、うん、今回だからこの今 4色の子が出てきたけど、まあ、9ペアぐらいいるかな、うんうん、ちょっと比較的デカめだからいつもよりちょっとだけ高め、うんうん、でもいつも通りのサイズ感の子たちはいつもと同じ価格でやってるんで、うんうん、ぜひぜひ検討してみてください、うん、だから迫力ある虹色っていうのもチャレンジしてほしいし、綺麗な色、自分の理想の色を追い求めてもいいし、うん、もちろんもう単純にこう飼育して楽しむとか寿命も長いから、うんうん、一緒に入れる期間も長いし、はい、まあ、いいとこの要素がすごい多い、うんうん、のが虹色なんで、これまあ9ペアぐらいいるんで、ぜひ検討してみてください。9ペア、はい、これがだから1種類目って感じかな、はい、1種類とは思えない規模感だったけどね、色味が、うんうんうん、さあそして次、これも最近ちょくちょく出てるかなって感じだけど、はい、こちら、はい、パラワンオヒラタ、うん、世界最大のヒラタクワガタ、でかこれ 105mm かな、でかいよね、もうパンパン、うん、長っ、そう、長い、やっぱこのスッと伸びた顎がかっこいいし、まあサイズもでかいから面積もあって迫力あるし、で、まあこの子はうちで言うと比較的大きい子、はい、って感じだけど、パラワン今回6ペアぐらいいて、うん、
まあ、比較的100ミリから105ミリって感じだから、うん、価格帯もばらつきあるから、うん、自分のお財布事情に合った子を選んでほしいなっていう感じだけど、うん、ちなみに9月に入荷してるから今年年末ぐらいからブリード開始できるかなどうかなって感じかな。うんうんうん、うん、だからまあ 3ヶ月後、2、3ヶ月後って感じ、はいはい、うん、にはなるけど、まあ結構立派な子で、まあ、パラワンもうちも一番大きい子109ミリとか、まあその子とはまた別の血筋ではあるけど、うんうん、ここも出てきてるような感じで、やっぱレコードさ、まあ、110ミリを超えるような種類ではあるから、うんうん、まあ大きい子がまあ出てくるとまたね迫力違うからね、105ミリとやっぱ109ミリ全然違ったりとか、100ミリと105ミリ全然違ったりとかあるから、こう見比べてお気に入りの子探してほしいですね、うんうん、これがだから2種類目、はい、さあそしてまあ世界のパラワン、そして日本のパラワンとも呼ばれる、うん、こちら対馬平田、おお、はい、長崎、おおすごいね、あ、なんか、え、何これ、カーボンって言った長崎のことカーボンって呼んでる。どういう意味で？一番飛ぶ素材じゃないの？一番飛ぶ場所？カーボンじゃないか。そう、これ 長崎のだから日本の平田クワガタとはやっぱまた形状の違う本土平田って言うんだけど、とはまた別の離島の対馬列島の方のクワガタ。こう顎が長い感じがね。久々に見た。そうね、久しぶりに羽化してきた。うん、だからもう長崎のまあ。パラワンオヒラタのサイズ感をちょっとギュッとした感じの、顎スラッとして、これ小さいボトルで管理してるやつですか。ああそうそう、800のボトルで浮かしてきたから、あ、うん、まあ、これ73ミリとかだけど、うん、大きいとまた迫力出てきてかっこいいしみたいなところあるから、うん、まあ、この、まあ、日本の種類が好きな人とかはおすすめかな、うん、いいっすね、ようやく浮かしだしたって感じ、うんうん、なんでこれ2ペア用意してるんで、うん、ぜひ検討してみてください。ちょっと可愛く見えちゃうのがすごい、いやそうね、パラワンの後ね、はいはい、うん、順番間違えたよね、だからね対馬見してパラワンだったら、まあ、お互いがウィンウィンだったかもしれないけどまあでかいですから、うん、対馬も出順悪かったなまあでも対馬平田も相当やっぱかっこいいからね、うん、そう、このサイズ感だからこそ感じれる良さあるから、そうそうそう、飼育方法はもう平田と同じ他の。さあそして次、4種類目こちら、もうこの家といえば、うん、はい、こちらスマトラの平田、ちょっとねまだ最近羽化してきてちょっと若干赤み残ってるんだけど、これが97ミリでもクロブスター血統とかではない、うん、オリジナルの血筋って感じかな、はい、なんだけどスマトラもやっぱすごい人気で、最近ちょくちょく羽化してきてランバーにも出させてもらってるけど、もうすぐいなくなっちゃうみたいな状態が続いてるから、今回も、まあ、ちっちゃい子から立派な子まで、何ペアかいるかな、3ペアぐらいいるかなって感じだから、うんうん、まあ、その中から選んで見てほしいかな。そう、まあ、スマトラもパラワン、さっきまでのパラワンとか対馬と違ってやっぱこう横幅と顎の厚みというかね、パラワンに比べると比較的に太いから、うん、そういった部分、迫力ある平田クワガタが好きだったらやっぱまず、まあやっぱスマトラが一番人気かな。うん、そうで、まあ100ミリ超えてくるとまた迫力も違うからね、はい、うん、そういった子ももしかしたらちょっと羽化して間もない子だったりするから、結構来年ブリード開始とかになっちゃうからあれかもしれないけど、ぜひぜひチャレンジしてほしい種類ではあるね。これがだから、5種類目、はい、はい、よかったら検討してみてください、うん、さあまだまだいます、すごいね、これすごいでしょ。で、次がスマトラときたらパラワン、いや、またえ1個大好評につきもうリターンズ、パラワンリターンズ、パラワンリターンズ俺は嬉しいけど、まあ、パラワンも6、あ、パラワン6種類、6ペアぐらいいるから、はい、うん、確かに6回リターンできるんだけど違います、今回大王です、大王平田、はい、まあ、顎横幅のパラワン、あ、スマトラ、縦のパラワン、そして湾曲の大王、うん、そう、俺が今勝手につけただけだから、まあまあまあ、うん、特徴はね、そう、まあ、サイズはね、パラワンとかスマトラみたいに10センチ超えるような種類ではないんだけど、やっぱこの顎開いた時の顎の湾曲、うん、もうやっぱここのね、
顎の突起が90度に曲がってるからより顎を開いた時のかっこよさを感じる種類の、これ80mm、 85を超えてくるとでかいんだけど、今んとこそういう子はなかなか、今んとこ多分一番大きくて83度か、うん、なんかちょっとやっぱサイズを出すのが難しい種類ではある。やっぱ顎がね、湾曲しやすいから、うんうん、でもその湾曲が良さでもあるからね、うん、だからまあ結局毎年やってる種類だけど、ここのやっぱ横から見た時の大王のかっこよさったらないね。わあ、この先端が、そう、ここの顎開いた時の斜めから見る感じ、うん、これがやっぱ迫力があってかっこいい人気の種類、うん、まあ、インドネシア便とかで野外個体もたくさん入るから、うん、比較的リーズナブルであるんだけど、まあ、サイズによって 70mm の子とかはほんと3,000円、4,000円ぐらいで買えるかなって感じの種類だから、まあ、これがワンペアかな今回は。あ、なるほど。で、まあ、ちょくちょく羽化してくると思うんで、うんうん、まあ、気にかけてもらえたら嬉しいです。さあ、そして次が来ました。お久しぶりの登場になるかな。あ、初めてかもしれない、ランバー出すの、もしかしたら。はい、こちら、ラテロータルススノゴヒリクワガタ。これあれかな、そう、10万円の福袋から登場してた、あの、なんかランバーとかで数年前6万6千とか10万円ぐらいで販売されてたやつ。僕が活躍した企画で出たやつか。あ、そう、具志堅が、逆の意味で動画を盛り上げてくれた時に登場したと。そうか。そうそう、カメラマンの、うん、一番最後らへんに出てきたから、多分高学種だった。うんうん、そう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 、ブルーマイスターと、うん、そう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 、高学種でした。そう、だからその当時ね、今ね、今はだいぶリーズナブルになってるんだけど、うん、そう、カメラマン知ってる子はかぶせ全部買うっていう企画で、うん、具志堅が一匹も当てられずに、うん、山口店長からフルボコにされる動画があるんですけど、うん、おい、そんな伝説の動画あんのかよ見てえな、俺も。そうか、具志堅もボコボコにされてるから記憶飛んでるかもしれないけど、嫌すぎて記憶から消してるんじゃなくて、あっか、そう、このやっぱね、ツイートしてたんですか。いや、してた、してた。そう、やっぱずっとね、ラテロタルスがランバーの福袋で入ってきて、最初幼虫ペアで、そこからやっぱもう見た目がすごいその好みだったから、標本の、うんうん、標本が最初ランバーのツイッターで掲載されてたんだけど、 X で、うんうん、そっからもうずっと類大はなんだかんだ続けてる子、うんうん、で、まあ、サイズがね、これからあと 5mm とか大きくなってくるとよりかっこいい立派な子になるから、うんうん、そう、これも動画で上げてるからぜひ見てほしいんですけど、うんうん、今回初めてこう複数ペア取れたんで、うん、初めて出させてもらうって感じかな。お、うん、そう、まあね、サイズはね、ちょっと小ぶりめな子が多いからあれだけど、うんうん、まあ、飼育もしやすい。ただ休眠期間が長くて、うん、結構オスとメスで休眠期間ばらつきが出たりとかするから、なんか個人的にはノコギリ全般に言えることかなとは思うんだけど、うん、そう、だからあとは休眠期間がバッチリ合ってくれるかどうかとかにはなるけど、まあ、今休眠中って感じなんで、イメージで言うとやっぱ4ヶ月から半年とか寝るイメージあるから、まあ早い子は3ヶ月とかあるかもしれないけど、だからまあ来年の春とかに起こしてあげてブリードするのがいいかもね。そう、ブリード自体はそんなに難しくないんだけど、休眠のズレとかが出てくるからそこだけ難点かもしんない。うん、でもまあすごい魅力的な、ちっちゃいし可愛いし、うん、サイズが色も綺麗だし、綺麗、飼育スペースもそんな取らないから、うん、すごいおすすめの子です、はい、これが、4ペアかな。お、はい、よかったらぜひお願いいたします。はい、さあ、そして次また戻ってきまして、はい、スラベシヒラタ。おー、ラテロタルスの後めっちゃでかく見えるけど、これ90ミリかな。スラウェシ、これはね、まあ、スラウェシ島のヒラタクワガタだけど、まあ、野外個体ではあんまりないようなサイズ感かな、この産地でいうと。やっぱりまた別の南スラウェシの方かなとかのスラウェシヒラタは100ミリ超えるような種類とかも、生態もいて、へー、 そっちもすごい人気だけど、うん、こっちはこっちで結構年間通してショップに入ってくるような種類の、まあ、90ミリ、90超えてくるとやっぱり立派だね、うんうん、このやっぱスマトラとかパラワンとかとまた違う、なんか突起の部分が先端の方に集中してて、こうスタイルよく見えるけど
先端の方が突起が多い分先端の立体感出てるからこう華奢だけど迫力ある感じというか、はい、そういうかっこよさあるね。そう結局なんだかんだずっと続けてる子。そうやっぱまあ100ミリとか出せたら一番嬉しいんだけどね、うん、一番大きくて今んとこうちでは96ミリとかだったりはするから、うん、皆さんもチャレンジしてもし欲しい種類ですね、うん、そうこれが、何種類目もう7種類目おー5億種類か多いなおい種類かいやお前何があったんだよ数じゃねえんだよな。え、2時間ぐらい考えてもいい。いや考えられるかおい命尽きるわいや尽きないでしょ別にでも今7種類かなおそらく7種類って感じで次まあこれもねまあだから今回紹介できない子もいるんでぜひランバーで見てほしいんですけど、うんうん、次はこちらはいお気に入りのミヤマクワガタはいミクラミヤマ、うん、ミクラ島の日本が誇る希少なミヤマクワガタ最初禁止そう2000年初期でもう最終禁止になってその島から持ち帰ることはもちろんできないっていうだからその2000年初期から、その採取されて2000年初期までに採取されて類代されてる子って感じだなそう可愛らしいミヤマクワガタ、うん、そう俺らが知ってるミヤマとはもうかけ離れた雰囲気の、うん、でもやっぱどことなくミヤマの雰囲気も感じるサイズ感、まあ、サイズ感はねもうこれぐらいの子が一般的かな、うん、でミクラミヤマもちょくちょく浮かしてきだしたんで今回はワンペアだけ出させてもらうって感じですね、はい、さあそして次まだいますすごい確かに今回種類が多いね、うん、結構久しぶりでお待ちかねの人もいるかもしれないこちらですはい何わかる虫研の大好きなえ、これ虫も虫もクワガタですえぇ、ー、はい虫もってこんな感じなんだあ、知らないで言ってたんかいもっとちっちゃいのかなと思ったあー、でもまあ3センチぐらいかなうんまあでも大クワガタ、虫も大クワガタという名を持ってこのサイズ感が通常このね真っ黒で、まあ、顎がね、よく見たらちゃんと二股に分かれて大クワガタ感あるんだけどこの子も2ペアだけ今回久しぶりに出せるって感じすごい羽化してるんだそう羽化してる細々とやってるだから動画に出てきてないけどずっと飼育してる子もたくさんいるからうんうんまあ虫もペアが2点って感じかなはい、うん、そうだから虫も人気だからねうんうんうんだから動画初期の方とかに上がってたりはするんでどういう飼い方だろうっていう方はぜひ過去動画とか見てみてくださいはいさあそして次が種類としてはラストになるかなあいやそんなことないわおーあ、すごいね今回過去最多かもね終わらないね終わらないねうん本当に日本分離日本分離の夏は終わらないあれ暑いねクワカブの委託は終わらないいやいやそんなナンバーが迷惑でしょそんな自分のテンポもう自分でテンポ持てよってなるからそんなやついやありがたい借りてる立場とはいえね、うんうん、はい次日本分離を超える最強の夏はいこちらヘラクレスオオカブトですでけえはいまっすぐこれ160ミリ今回一番大きい子かなこれ、うん、掘り出し見てたりするのかないやー出会ってるよ160だったら見た気がするうんここ最近羽化してきた子だから、はい、だから視聴者の方は多分いずれ上がるって感じかな、うん、今ヘラクレスの羽化ちょっと取りだめ待機中の子がいっぱいいるから、はいうん、まあこれスラッとしててね、うん、なんか横幅とかが全部こう角とか縦にいったような子、うんうん、だから体重の割にサイズを期待できる子になるんじゃないかなっていう雰囲気の子なんだけど、うん、すごい綺麗で形も、うん、スラッとしたヘラクレスまあごつさっていうよりはもうほんとスタイリッシュな方にいった子かな、うん、これが一番大きい子になったけど今回ヘラクレスなんですけどこれうん、ペア9ペア一応いるんで9ペアほんと130ミリ中盤から160ミリっていうもう大きい子からちっちゃい子までいるんで、うん、その比較的選びやすいかもね、うん、だからスタッフさんに確認してもらいながらお気に入りの子を選んでほしいなとは思うんですけどそうヘラクレスが今回すごい多い10月なのにそうそうそうそれを感じさせないですね感じさせないそう今回今年でいうと多分ね10月11月がうちでいうピークになるかも羽化してくる子、まあ、やっぱどうしても
周期とかあったりとか、はいはい、地域にその入荷してくる時期によっては羽化する時期が冬とかになる子もいるんだけど、うん、そうでもヘラクレスさんは今だから1年半前に僕がたくさん産卵セットを組んでた、うん、結果大量の土を消費することにはなったけど、うん、それを今報われてる状態かな。今たくさん羽化してきてくれてるって感じ、うんうん、もうこの子が一番かっこいいかな個人的には、はい、うん、まあ、他にもねちょっとごつい子とかもいたりするから、うん、ぜひ見てほしいんですけど、うん、はい、とりあえず、ヘラクレスヘラクレスです、はい、ヘラクレスヘラクレスがいてこっから次これ久しぶりかもランバーペアでってなる森姉妹。いやーすごいねヘラクレス森姉妹は、まあ、まだ幼虫。あれ言うわすごい。俺も楽しみ森姉妹は。はい、こちらヘラヘラときたら次エクアトリアヌスです。おーヘラクレスエクアトリアヌス、まあ基本比較的背中の色味が綺麗な子が登場してから人気になったエクア、ヘラクレスって感じ、うん、まあサイズっていうよりもちょっと背中の色味とか綺麗さ美しさみたいなところで人気になったから、まあサイズはねでもねこの子結構立派で 145mm、 エクワトで145は僕の中ではすごい立派な子って感じなんだけど、そうね、まあヘラヘラと違って角は結構華奢めでだから体が大きく見えはするんだけど、まあ、この後ろの背中の模様がヘラヘラに比べてなんて言うんだろう黒い部分が少ないみたいな感じで、うんうん、よりこう黄色が綺麗な子っていうのが現れたりしてるから、うんうん、そういった部分の楽しみもあるかなって感じかな。でこのエクアトはねまだワンペアだけって感じになります、うん、で一応オスタンとかいるかもしれないけど、まあ、ワンペアだけになるんで、まあ、サイズでかいからちょっと値段高めなんだけどぜひぜひ検討してみてください、はいはい、これがヘラクレスの2種類目、うん、そうなってくるともう1種類ヘラクレスいます。なんか今回初めてかもヘラクレス3種類ブリューゼニ、いや渋いねブリューゼニも幻のヘラクレスと言われてたりはしたけどもブリューゼニはブリード失敗した、あーなんか絶対リベンジしたいけどすごいな具志堅がブリューゼニ出るなんてな13種ね、いや4年前じゃ考えられないね俺らが出会った時にはね、あ本当に、うん、なんて言ってたかなお前具志堅あの時はね俺が天下取るって言ってたからあー若いねドリンクバーの具志堅です一言だけ先に言わせてもらっていいですか、うん、俺が天下取る、いや生意気だろそいつ言ってた、あそんなの記憶ねえないやいや言ってたんだ、いや言ってはないけどでも新垣がちょっと尖ってた感じはしたよなその当時ってまあちょっと、うん、友達がいなかったから、ね、あまあまあそうだよな、うん、尖ってたっていうかそういうのもあるかな、うんあ、いいですよ。あ、まあそうか。ヘラクレスの。あ、ごめん。具志堅の相方ですね、新垣は。うん。はい。これ、3種類目。ヘラクレスリッキーです。おー。ヘラクレスヘラクレスに次いで大きくなる、ヘラクレスオカボ。で、これ152ミリ。まあ、初めて羽化してきたんだけど、うちで。ヘラクレスリッキーは。じゃあ、僕、見てるかも。いや、見てると思う。羽化掘り出し。うん。そう、羽化掘り出しの時に、あの人工養殖に移動するっていうタイミングでまさかの羽化してただいぶ立派だったから、はいはい、そうだ初めて羽化してきたリッキー、リッキーはねやっぱヘラクレスヘラクレスとかエクアトに比べてこう背中今ちょうど色が出てるから色が出てるから分かるかもしれないけどちょっとなんでなんて言うんだろう黄色みが濃い暗い黄色って感じ、黄土色っていうのかな、はいはい、みたいな色味の感じになる、うんところまあちょっと渋さもあってヘラクレスヘラクレスみたいな太い角っていうよりはこうスラッと細い角だから、うんうん、よりスタイリッシュに見えるかな、うん、そうやっぱかっこいいね。これがワンペアだけ、今回初登場って感じになるんで、うんうん、まあリッキー好きな方はぜひ検討してみてください。まあヘラクレス亜種飼育してみたいなって方はぜひ検討してほしいなとは思います、うん、ただうちでもまだ羽化してきてない子が多いからちょっと一発目なのもあって分かんない相場よりちょっと高いかもしんない、うんうん、かなとは思うからまあいろんな子を見てちょっと見比べたりもしてほしいかないろんな種類、うんうん、リッキーエクアとヘラヘラと今回3種類いるんで、うんはい、僕のお腹もねそうだって言ってるんですけど、うん、なんでお腹が合図中ってくるんだ
ペコリッキーなんで僕今なんでお腹ペコリッキーそれ何どの時代のワードいやいやペコリッキーいや令和だろいやまだ俺の耳には到達してないけどあそう、うん、令和48年とかの時もなんで先だなっていう抑えてるんだもう先をいやでもおすすめ、うん、リッキーぜひ見てください、はい、いやでもこれで以上ですあー盛りだくさんいやすごかった今回種類すごい多いねうん、うんで、まあ、とりあえず9月羽化してきた子たちはもうランバーに出させてもらうって感じかな、ひとまず、うん、うん、って感じになるから、ぜひランバージャックに遊びに来れる方はこの動画上がった次の日とかに並べてもらうって感じになるんで、うん、気になった子いたらぜひ遊びに来てください、はい、で、多分今回紹介できてない子とかもたくさんいるから、うん、パラワンのちょっとちっちゃめの子とか、うん、いろいろいるから、ぜひそこもね、楽しみにいろんな僕ん家で羽化してきた子を、なんだろうな、まあ委託もそうだけど、こう展示させてもらってるみたいな要素もあるから、うん、そこで見て楽しんでもらえたら嬉しいですね、うんうん、で、購入検討してる子はスタッフさんに声かけてもらったりとかして、検討してもらえたら嬉しいです、うん、はい、なんでこれをランバージャックに久しぶりの山口店長になるんで、うん、うん、委託持っていきましょう、はい、はい、ということで、ランバージャックまで時たまご耳入れあーもったいなはい、あれから4時間ほど卵を見続けさせてもらったんですけどいや見てたんかいあれこうだっけ詰めてたよあそっかやっちゃったいろいろやってんだうんそう詰めすぎて詰め終わった器見てましたいやいやすいません時間もったいないからあでも無事着きましてあー、はい、よかったはい、よかったですけども、はい、お久しぶりの店長さんでございますはいすいませんお願いします。あ、よろしくお願いします。お邪魔します。ご無沙汰です。ご無沙汰すぎます、本当に。なんか2、3ヶ月お会いできてなかったみたいで。ちょうど、うん、店長がいない時に撮影来ててとか。うん。で、だから店長的には店長から逃げてるっていう風に思われてたらしいけど。店長がいない日を狙ってロケしに来てる。うんうん、そう。だいぶ避けられる。いやいやいや、そんなことはないです。全然、だから中村さんとも相当会えてないんですよね、多分、うん、ああ、前回はそうだね、うん、2人とも多分休み、たまたま休みだったそうですよね、うん、2人でなんか旅行行ったとかじゃないですかわけやねさすがにまあでもお元気そうで、うん、よかったですけど今日は久しぶりにまた委託もお願いしますはい今ちょっと並べていきましょうはい久しぶりに並べれるかもなんか最近あんまり整体、うん、ガッと出せなかったんだけどはいはい久しぶりにここに並べてもうん、寂しくなさそうな数なるほどねやってきました壁あやっぱ、うん、ヘラクレスも人気だから、うん、そこは結構多めに持ってこれたかなとは、うん、夏場はだいぶ大変でしたか今年そうですねやっぱアルナーチャル便とかもすぐ売れましたか比較的カンターとかは減るああやっぱ、うんまあ、待望でしたもんねやっぱり、うんカンターミヤマとかは対応が大変じゃないですか早いもん順で来やんなきゃあまあそうですよねメールと DM とどっちか早いかしらそこら辺むずいないろんな媒体があるからこそ昔とかって電話だけとか、うん、電話かファックスぐらいだったから、うん、順番とかあれだけど、はい、今ってもう SNS いろいろあるから、うん、その X の方では、うん、の人と電話の人どっちが早いとかさ、うん、そういうの大変そうだね、うんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。いや、いやね、見てないところで伝説作っていこう。不意打ち伝説。ブリード頑張りましょう。いや、ありがたい。視聴者の方が。ね。うん。声かけて。そうね。ランバージャック。夏場にランバージャック、なんか一回番組で昔、うん、ランバージャックに委託を持っていく風景を撮らせてほしいみたいなので、うん、ちょっとだけ持って行った時、うん、本当なんか、囲まれてお客さんにおそのめちゃくちゃ超売れっ子みたいな雰囲気になっちゃっていいじゃないですかそう俺もここだけではめちゃくちゃ売れてますって言っちゃったそう使われたかどうか分かんないけど本当ですねって言われたからそうここだけでは売れてるっていうそれ以外では売れてないっていうのはちゃんと分かってたわスタッフさん本当ですねってことはお前実際まだまだだけどみたいな別の撮影でまたああそうそうそうお子さんが見てますって、うん、ありがたいね、うん、やっぱちょっとずつより増えてってくれてる感じはする、うんうんうん、だからなんか TikTok 見てますもんねそろそろ来てくれたら嬉しいね TikTok 最近頑張ってて、はいはいはい、作業動画をただ倍速にしてるだけなんだけどあ音が好きで俺それのあーはーはー山口店長は TikTok とか見てたりしますもちろんいや見てないです
気づくの早いです、ね、声のはっきり具合が店長の癖大体もう分かるからもう12、3年の付き合いだから言ってすごいだね、すごいよ付き合いですね、見てに決まってないいや、おいなんか好きな TikToker とかいますいやいやいや、いないですこれはいっぱいすぎて全然あ逆に誰が聞いてる TikTok 店長が見始めたら何見るかは楽しみだなYouTube もね基本そんな見てなかった、うん、見てないから YouTube はたまに見ますおお。何見てたりするんですか音楽とか音楽確かに音楽ねもう、うん、YouTube ミュージックもあるからね、うん、確かに山口店長ね何万人か6万人か、うんぐらい登録者数いきましたみたいな、うん、報告したときに、はい、まあいろいろ気使った発言しようとしてくれたのかもしれないけど見つからなかったんだろうね、うん、結構間開けてそれってすごいことなの言われたからはい、めちゃくちゃ印象に残ってますね、またそんな言いますナンバージャックのおかげで、まあでも本当に、これだっていうのもありますから、フラカブの部屋といえば山口店長みたいな印象を持ってくれてる方もいるから、はいはいはい、ありがたいね、なかなか来たくても来れない方もね、いやそうそうそう、地方の方とか、夏休み使って行きますとか、連休使ってとか、はい、結局行けてないですっていう人もいるからね、そんな中こう取らせてもらってるのはありがたい。行ったタイミングで確かにあそこの委託コーナーにああそうそうそういろんな種類がいたら嬉しいかもしれないですね。そうね、三森さん極力やっぱランバーに持っていきたいっていうのはあるけど、ちょっと一回見に行ってみる。ああちょっと一回行ってみます。こちら、はい、完売です。空いてるだろスペースが。えああいや、まあ、空いてるから完売の可能性あるかなと思ってはい、乾杯では残ってるよ、うん、あそうそう上の棚ここね、いやもうこの一角、本当に今ここまであったから、でも今回結構持ってこれたからまた賑わうんじゃないかなとは思うけど、ヘラクレスが1、ちょっと寂しい。そうね、でも156ミリ、まあ結構立派な子、そろそろ餌食べ始めるかもね。8月か、まだもうちょいかかるかな、うん、で、これはメスは単、メス単品の子、うん、餌食べ始めた子って感じかな。61、65、あ、75ミリ、そう、これだいぶ立派だね。これはもう、ここの子か、このペアの子になる。そう、もともとヘラクレス、オスいて、で、買った生態からこうランダム、あっちの方にメス置いてあるから、うんうん、そこから選んでもらうみたいな感じだけど、今この子が残ったって感じかな。だから156ミリと75ミリアップの子、うん、だね。だいぶでかいねこの子ね、うんうん、でちょっとやっぱ大きめの虹色は残ってるね。1匹ワンペアだけの赤の、うんうん、ここら辺もだからも近々もう戻すかもしれない。結構長期間いる子も増えてきたから、ヒルティコルニスとかめっちゃかっこいいんだけどね。まあ俺が好みっていうのは強いけど、この顎の突起の感じ、このやっぱ先端の方でこう突起が分かれてるのがめっちゃ好きで、たくましいしね、かっこいい。レニノコ、ベニノコも相当数いたからね、うん、ベニノコ、ダビソンあたりかな。オオズがちょっと心配だね、もしかしたら、うん、うちでも結構具志堅と割り出したくさん、そう、うん、なんかね結構星になってきてる、普通にだからちょっと心配なんだけど、そうだからこれもし購入検討される方も、うん、幼虫しっかり確認してから、うん、購入するかどうか決めてほしいかも、スタッフさんに聞いて、うん、そうか、高学習ですよね。いやちょっとね、うん、なんかいつも通りの管理でやってるんだけど、はいはいはい、ちょっと星になってる子が目立ってるから、もしかしたら割り出しタイミング悪かったのかも、幼虫になってからもタイミングあるかもしれない、うん、そこはなんかまた分かんないけどね、まあ、なんとか羽化まで行ってほしいけど、うんうんうん、まあでもやっぱたくさんとりあえず
いた子もだいぶ少なくなってたから、よかった、やっと増やせたかもしれない、今回、はい、いつも箱1箱分ぐらいだったから最近、うん、それが2箱分持ってこれたんで、うんうん、ぜひ遊びに来てください、補充できると、はい、うん、で購入してくださった方も本当ありがとうございます、ありがとうございます、あもう時間できちゃって、他の仕事しの他の仕事、店長いつの間にか他の仕事しちゃうからねそう、まあそう、すごい気使ってんじゃないですか、うん、いやなんか店長密着の時もそうだったけど、うん、店長動いてない時なかったから、あ、うん、すごいですね、すごかったわ、もう時間があれば、うん、そう密着させてくださいって言うんだけど、うん、もう店長消えちゃうからそう動きすぎて喋ってない、ね、うん、ピカチュウの気分だった、無我夢中で動き回るサトシについていくみたいな感じ、うん、そうなの、うん、ピカチュウ あんまりはまんなかったかじゃあちょっと行ってみるか、はい、もう終わったかもしれない、あ、もう終わりましたか、終わりました、ありがとうございます、はい、終了しました、うん、はい、じゃこの子たちはまた、うん、動画上げた次の日に連絡させてもらいます、あ、終わりました、これもまた動画上がった次の日には並べてもらうって感じになると思うので、うん、はい、ぜひ気にかけてください、はい、どうですか生態たちは、店長的にはどうですか、いや、なんかちょっと結構同じのがいっぱい行くそうですよね、まあまあ、かぶりすぎかなもうちょっとバリエーションがあります、はい、頑張ります、はい、まあ、やっぱ羽化してきた子たちをね、あ、だから、まあ、ぜひ見に来てください、あ、そうですね、またバリエーションを増やしたほうがいいじゃないですか、はい、増やしたほうがいいじゃないですか、バリエーション増やすためには今買えって言ってるような感じだけど確かにここで調達してね、そうまた タイミングがそうです、生態もそろそろまた入荷もある感じですか、インドネシア便とか、そうですね、また来ちょっと虫イベントも続くみたいな、なるほど、イベント前にまた入る可能性もあるから、うんうんうん、まあ、ぜひランバージャック、多分これより後に一応店内動画も撮らせてもらうんですけど、もしかしたらその時にはもう生態増えてるかもしれないので、うんうん、ぜひ遊びに来てみてください、はい、そんな感じで今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。